あとは関君ブラック徹用すると思いますかテストマッチは何なワールドカップのグループリーグに説までをブラックとして利用して A の戦術で偽の癖を植え付けさせて、時が来たら全く違う戦術で混乱させるとか卑怯な話です。あの、多分ね、できないですねあの。チームって11人で動くじゃん。A の戦術やって、それを B の戦術に変えるって全員の頭変えなきゃいけないから、本当作詞作に溺れる的になりますね。マジで、あの、11人が1人、その時に臨機応変に戦術変えられるみたいなチームって本当少なくて、 それって最高レベルの技術と頭脳なきゃいけないから、多分できるのどこだろうな。戦術のプラン変えてるってより、現場対応がうまいのはまどりっすよね。シティも多分んカンセルはできないやん、それ。リバプールもアノールドはできないだろうし。戦術って言ったら治るって思ったら違うから、それはもうリベンジャーズの動画とか見てもらったらわかるじゃないですか。あれの時にね、あの、できない選手たちを誰も責めないでしょ、僕も責めないし。会って初日で練習して試合でって言って、その形にならない。それは精神的な理由といろいろあるから、だからそれプロの世界はもっとありますよね。だからもう、 ねうちもそうだけど、シュアボも体験入団というか、あの新しく入ってきた選手とかがチームの戦術になじむまで人によってまあ差はあるけど、まあ、どんな早い選手でも1ヶ月ぐらいはかかるし、週末の練習じゃ1、2回だから、それと練習、ね、全部来たとしても。だそこ時間見なきゃいけないから、グループリーグ2節まで行って、3節目は全然違う戦術で、1、2節のやつから一気に変えて機能するっていうのは、相当なんか簡単な戦術だったらいけますけど、引いて守るところから、 引いて守らなくするみたい、いけますけど。戦術って戦術を。あの起こしたい現象を説明すればなるっていうよりね、起こしたい現象になるように。原則を教えるって感じですかね。つらるいたじぶつかの。<music>